見てみると世界は美しい、自由に夢
りを作るつもり。楽しそう。僕も貝殻で作ってみようかな。私たちは折り紙を使うの。折り紙か、難しそうだね。こうしたらすぐに覚えられるよ。一緒に
に人参を立ててチョコレートを旗にしたら船っぽくなりそう。ジェラトーニの絵のおかげでいいものができる。あれ？材料は？ない。ない。ない！クッキー屋、見て見て。これでパーティーの準備はバッチリ。どうしたの？どこにもないの、ケーキの材料。私に任せて。何かをなくした時こそすごい発見をするチャンス。それで材料ってどんなもの？チョコレートとか人参とか他にもいっぱい材料の入ったバスケット。いつなくしたの？ここに来た時は持ってたんだけど。不思議だね。ねえ、今日は何してた？絵を描いてたよ。ダッフィーのおかげでいい絵が完成したんだ。ほら。わあ、素敵。特徴から見て、これは蒸気船ね。そう。それよりパーティーはもう始めてるのかと思ったよ。それがね、ケーキの材料をなくしちゃったの。バスケットに入ってた？知ってるの？ダッフィーがクッキー屋に届けるって持って行ったよ。ダッフィーを見なかった？外に出ていくのを見たけど。バスケットを持ってた？うん。その時オルメルは何してた？手な感じで練習してた。演奏にも足を止めないなんてきっと急いでたんだね。あれ？その貝殻どうしたの？さっきダッフィーがくれたの。そういえばダッフィー貝殻で飾りを作るって言ってた。きっと海で拾ってきたんだ。バスケットを持ってなかった？貝殻だけだったと思う。なくしちゃったのかな。もう夕方だし、そろそろ戻ってくるんじゃないかな。夕方、つまり潮が満ちてくる頃。ということは、バスケットはきっと海に流されちゃったんだよ。どういうこと？ダッフィーは貝殻を拾おうと思って満潮になる前に海に行った。だから急いでたんだ。でもバスケットは？多分貝殻を拾うのに必死で気がついたらバスケットは波にさらわれた。違う？うわ、ダッフィー！材料は海に流されちゃったんだ。リーナベルすごい。ダッフィーのことをそこまでわかってるんだ。ねえ、この貝殻じゃケーキの材料の代わりにならないよね。あ、いいこと思いついちゃった。なになに？私に任せて。みんな、この部屋にあるものでケーキの材料になりそうなものを集めてきて。了解。みんなで作ろう特別なレシピで、力を合わせてユニークなものを。まずは貝殻クッキー。
力を合わせたからできたケーキだね。一緒にいるから伝えるのを忘れない。